今回ですね、修理から戻ってきました NV200、 こちらのレッドフットの組み立てをやっていこうと思います。取り付けする資材ですけれども、タイヤハウス兼ベッドの足が2台、こちらのベンチ、こちらは電子レンジ台、それとヤレ部分とマット類になります。余ってる廃材で自分で組み立てたんで、角の処理だとかいい加減な部分がありますけれども、まあ DIY ということでご勘弁ください。車両は NV200 バネット、こちらの4ナンバー貨物の5人乗りタイプになります。私の NV200 古いシャツなので、シートベルトなしの、ベンチシート、リクライニングしないタイプですね、これがついてます。このシートは折りたたみができまして、このように畳みますとかなり広い荷室スペースができるんですが、私のベッドキットはこの椅子を足に使うような設計になっておりますので、こちらは固定して背もたれを倒した状態にします。そしてこちらのベンチですね、これを前席のこの部分に入れます。床の段差と椅子の足をかわすようにこの足を作ってますので、この間に差し込むような形状です。これで背もたれとここが同じ高さになります。次にベッドキットを車内に運びます。車内の床ですね、こういった鬼目ナットを埋め込んであります。これはベッドの足に L 字の金具を取り付けまして、ここのネジ穴2箇所で床に固定します。ノブボルトを使いまして固定することによって、車内に正確な位置で固定することができます。また床の板については2分割式で、ただ上に置いてるだけですので、このノブボルトで固定することにより板の前後の固定も兼ねます。基本的に車検の時以外はベッドキットを下ろさないので、ノブボルトってなくてもいいんでしょうけれども、工具なしで組み立てができる設計を目指しました。これで今足が両方固定されました。全部木で作ってますので結構重量があります。おそらく全部で6、70キロあるんではないかと思います。 NV200 はここに M6 のナット穴が開いてまして、こちら1箇所は木をつけまして、そこにターンナット、もう1箇所は L 字の金具をつけて、これに乗せるような形で設置します。設置したらですね、穴が開いてますので、そこにノブボルトで固定をします。一番の難所、取り付け終わりました。取り付け方法としては、こちらにノブボルト、それからここの L 字金具、それとここの長板、この3箇所で止めてあります。この長板部分に関してだけはドライバーを使わないと取り付けができないです。これは、いずれ改善します。そうしましたら次はギャレーキットに配線をします。ここ水道の排水が通ってまして、あんまりここに電装品置きたくないんですけども、場所がここしかないもんで、ここでやっていきます。天井につけてます電気類の配管、こちらはこういったカプラーをつけてます。壁から来てるやつもカプラーになってますので、これは入る方向にしか入れません。カプラーを入れると、これ4極のカプラーを使ってるんですけど、3個の電装品と1個のアースが取れるようにしてます。スイッチボックスをコードを挟まないように押し込んでいて、ここはまあ普段開けることがないので、ここはボルト止めです。これは、ここにブレーカーが入ってるんですけれども、このメインスイッチのブレーカーと、このソーラーチャージコントローラーの線になります。これバッテリー消耗するんで充電時以外は基本抜いてます。こいつを下に下ろします。はい、来ました。でこれをバッテリーにプラスとマイナスでつなげれば、
完了という形になります。バッテリーは後ほどやるとしまして、ではベッドを組んでいきます。ここに収まるように作ってますので、このコンセントがここに延長でタップを取ってますので、これをベッドの下に通して、こちらもインバーターに持っていきます。今ですね、急遽こちらの部分なんですけれど、今までは足が高かったものでノブボルトで止めてたんですが、ノブボルトが入らなくなってしまいました。これをまあ低くしたおかげで仕方ないので、ノブボルトのノブ部分を外しまして、通常のボルトをこういったフレキシブルに曲がるラチェットを使いまして、これでしっかり固定できています。でこちら側は今まで通りノブボルトで、これでですね、前のベンチとこれがここの部分で、この足の台座、それからこの台座は床に固定されてますので、これでもう全体がしっかり固定できている状態です。ベッドの骨組みについてはこれで完了という形になります。それではマットの方を積んでいきます。これでリア側のベッド展開ができました。これで、完成です。あとは電子レンジですとか、ウォータータンク、バッテリー等を積んでいけば OK です。で、なんでここをこんな変な二分割にしないでこの細いのにしたかと言いますと、これ冬の車中泊時にこれだけ取りまして、これをこっちにずらします。そうするとここに隙間が空くんですけれども、ここにですね、FF ヒーターの吹き出し口がありまして、ここから温風が上に上がるような構造を作りたかったんで、こんなへんてこなマットの形状になってます。はい、セッティングの方終わりました。端っこの引き出しにはこのダイソーで買ったカゴが入りまして、こちらに電子レンジ、あと配線関係全部終わりましたので、こちらセイターをつけてます。ベニヤ板入れて4本ネジ止めただけです。それからバッテリーの方、こんな感じで取り付けてます。こちらはサブバッテリー追加した時に入れるか、もしくは今ポータブル電源があるんでそれを入れて使おうかなと思ってます。こんな感じで前と違って、この真空のところからですね、こちら側の作業スペースまでフラットな1枚の長い机みたいな感じにできました。あの上でコンロを使って、まあ、何か料理をしたりだとか、調理スペースと、流しがもうこれで一体化した形になりますので、だいぶ使いやすくなったかと思います。まあ、ちょっとテレビについてはここの板カットしてしまいまして、今のところテレビは配線は来てるんですけれども、モニターはつけてない状態です。いずれどういう形になるかわからないですけど、柱立ててテレビつけると思うんですが、今のところあまりテレビ自体見ないので、まあ、しばらくはこの状態でいくかなと。ちょっと FF ヒーターも配線スイッチ入れましたので、あそこのスイッチ入れると電源が入ります。あとこの下にこのトグルスイッチ2本つけてまして、手前側が、この照明、床下と、この庫内を照らす照明ですね。でもう1個はここに 12V つけてるので、これの電源になります。これで冷蔵庫を動かすつもりです。いやとにかくもう暑くて倒れそうな状況で、頑張りました。それでは最後までご視聴いただきましてありがとうございました。高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。